はい、どうもこんにちは、タトゥーです。今日はですね、こちらの選手使っていきます。はい、2024年シリーズ1タイムスリップ金子千尋選手でございます。はい、いやずっとね使いたかったんですよね。金子さんほぼ毎年、もうここ最近は TS で来てくれてるんですけど、いやほんと使いたかったんですけど当たんなかったんですよね。はい、今回見事引けました。実は2016年版持ってました。当時結構ねレアだったんよ。マジでね嬉しかったね、この時は。まあミキサーしちゃったんだけど。まあということでね、ちょっと能力見ていきますか。まあステータスがこんな感じで、いや俺ちょっとこれね納得いかないんだけど、キュイと請求逆じゃない？この金子さん確か2014年査定で、俺めちゃくちゃその時当時高校球児で参考にしてた時期だったんだけど、球威と制球逆だろこれ。なんか多彩な変化球をコーナーに集める、めちゃくちゃコントロールよく、そういうイメージなんだけど逆じゃないですかこれ。それか低すぎ制球、ちょっとこれどうにかしてほしいですね。で球種がこんな感じと、やっぱこのリアタイ的に二種スプリット、まあ、これが特徴っすよね。もっと二種スプリットって特殊よね。二種フォーク、スプリットフォークはちょこちょこいるけど、俺リアタイで二種スプリットって金子さんしか見ない気がするんだけど、俺結構嫌いよ。まあ、その他にも多彩な球種をお持ちで、このマガンネカットボールとかいいね。チェンジオペースもいい味出してる。で、特能がこんな感じと。いや、この奪三振のとこ、コントロールしてほしかったな、せめて。制球低くてもさ、コントロールあればどうにかなるから。まあタイピングあるんで、いいっすね。と、まあ、こんな感じで、まあ敵視点はどんな感じかわかるんですけど、味方目線、ちょっと配球とかよくわからないんで、そこら辺確認しながら、リアタイしていきましょう。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手3割3分くらいなんですけど、まあ、一発目はね、さっき言った通り、ちょっとマジで使ったことないんで、どんな感じか、ちょっと、いろいろ投げてみます。さあ、まあ、基本、スプリット2種の投げ分けになるのかな。俺、相手、あれこれ、ボールでしょ。前は。タイピン、アザス。ちょっと、舐めすぎたかな。でも、あれ、ボール球くせえけど。基本、なんか、この2種類しか、てか、投球の8割、そんなイメージなんだけど、やべ、これ大丈夫？なんか相手に来た時、この2種類しか投げてこないイメージなんだけど、こんな感じで全部振ってくる人に小さいスプリット投げるのだいぶ怖いな。対金子千尋、スライダーで様子見よう。超高速進化、いけ。あー、いいっすね。結構曲がるわ。ちょチェンペ投げてみるわ。どんくらい曲がるの？おー、おいえ今引っ張り警戒だったからクソ危なかったね。でかい方、あえてゾーン、いいねー。全然落ちなかったけど、ちょっと制球きついなこれ。ベスピ決めないとあかんなこれ。ちょっとシビアだなそこらへん。ほい、あー曲がるねー。何投げてんやと。シンキングファーストこれ使わなくていいだろう。手出してくれね。あ、やべえかも。うわあ、ゲンちゃん、あっぶなくそ危なかった。さあ2イニング目、ちょっと俺のバッティングがゴミすぎるけど、そこはあんま見ないでください。さあ初球チェンピークは多分ツーシムじゃねえ、スプリットに意識いってんだよな多分この2種だから。まずはボール球でかわしていきつつ、他の球種を混ぜる。いやこれなんか投げたくないな、この落ちないやつ、なんか寝られてそう。いや怖いマジで。これ得意な人ってさ、ボコボコにされるイメージなんだよな金子次郎。やべ、それはクソ甘。 OK、 D カーブはあんま投げないか。
スラーブとスライダー、待ってちょっとそれ見なかったことにして、見なかったことにしてお願いします。あー、相手のシュート、あんま曲がんねえな、やめた方がいいかも、シュート。この曲がんねえカット、あ、でも緩急取れるな、ストレートと。でここに落ちないスプリッツ、いやマジベスピーか、あ完璧、俺が やりたかったのこっち、そういうこと。とりあえず一回さよなら勝ちしときますか。まあ、こんなもんっすよね。はい、次行きましょう。さあということで2戦目いきましょう。終わり4割3分だいたいここら辺のレベルを抑えれたら十分っすよね。さあとりあえず点取っていきましょうか。いやー2024年シリーズ、まあ、この TS2 弾そして5月30一応セレクション開催ということで、ようやくね盛り上がってきましたよね今季も。まあこれを機にねちょっと動画投稿のペース上げていきたいんですけど、いやー、まあ、動画投稿についてちょっとね思うことがあって、あいしょ、あの俺の動画さエンディングいらなくねなんかいろんな人のプロスピ動画見て思ったんだけど、ちゃんとエンディングしてる人はあんまいねえからさ、あのあとなんか俺の平均視聴時間みたいなやつ見てたんだけど、絶対これエンディング見てないだろうと思って、エンディングいらんよね。なんでこの動画から俺のエンディング廃止します。皆さんよろしくお願いします。あーじゃあいいね。さあ4点の援護、これを守りきりましょう。いやほんとねマジ俺のイメージ的にだいたいさっきの試合でどんな配球すればいいかだいたい分かった。ただねマジでさっきも言ったけどほんと則本と一緒で会う人に4割であるとバチバチに会うからクソ炎上する可能性がある。まずこのスプリット2種の反応これ見ていこう。あとさっきからこのコースにしか投げれてないんだよな俺、配球の幅が狭いコースの、まあ、なんとか今みたいな反応してるんだったら抑えれそう。ボールになるスプリットはとりあえず投げとくか。はいはい、アウトコースに意識がいってると思うんで、いやーまあいいや一球投げてみるかなんかこれやめた方がいいかも。あーはい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 、で今のコースにデカスプリット、回転の見分けできなければこれボンだ。はい完璧、いいですね、刺さってる、これは刺さってますわ。あえてデカスプリットここに、いやちょっと落とさないデカスプリットじゃダメなんよ今、ちょっと危なかったね。さあこっち、いいえ、そこにスラーブを混ぜていく、完璧です。さあラスト抑えていきましょう。ね、右バッターと左バッターで結構ね配球が変わるね。ただこのインコースのここら辺にね右も左も投げるのは変わらんのよな。なんか外に何投げればいいかわからんわ、みんなどうやって配球してるのかわかんないけど、ここにさもう引っ張り警戒してスプリット2種ぶん投げまくるのがテンプレになりそう。今の見逃したってことは絶対分かってないな。今度デカスプいいね、あー抜けちゃった。ちょっとなんか慣れてきた匂いがするから一回ここにチェンペでまずカウント1個取って、今度カット、あちょっと待って引っ張り警戒しやがった、あやばい、あぶねえあぶねえそれ、引っ張り警戒かけて超高速進化、ギリギリボールだったら激アツ、あ完璧それ超完璧マジ、あセーフかい、超絶注文通り、
ストライクは取れない。んだよね、グレートは知らねえ。タイピンだろ、オッケータイピン、ああ帰んのかい。じゃあタイピン消された。うーん、何投げよっかな。じゃチェンペ一球いこうか、稼げろ。ああ見ますか。うーん、引っ張り警戒。デカスプリット、さっきから落ちないとこに投げて、投げるとこうなるんですよね。完璧だ。デカスプリットをここら辺のコースに投げるのがいいね。まあ、ちょっとちっちゃいスプリット。逆にギリギリのとこ、はい、まず見逃してカウントを取っていく。タイピン出てた。で同じとこにデカスプリット、さすがに見逃すか。何投げようかな。デスライダーまずようか。うまいこと引っかける。はい、完璧。いや、いいね。刺さる人にはマジ刺さる。最高。